深夜に焼き鳥缶のオムライスを作ります。今回の主役は布袋の焼き鳥。使う材料はこれだけ。まずは玉ねぎを半分みじん切りにします。縦に切って横に3回包丁を入れれば綺麗なみじん切りの出来上がり。まあだるい時はこれで。油を引いて玉ねぎから炒めます。しんなりしてきたら布袋の焼き鳥の出番。そい、日本酒も加えたら汁気が飛ぶまで炒めます。ご飯を入れたらパラパラにします。バターを入れてコクを出します。いいぞこれ。卵を割ったらよーくかき混ぜます。フライパンにバターを入れて少量の油も加えます。カロリーの海に卵をドバー、うわーってかき混ぜたら火を止めて伸ばすようにしてご飯を入れます。軽くトントンしたらゆっくり添い、あーいいっすね。特製ソースも紹介します。日本酒にケチャップ、返しを入れます。30秒煮詰めます。返しは万能だと思います。だからこそ返しは万能だと思っている。返しの作り方は概要欄で。こいつにたっぷりかけてやりましょう。完成です。いただきます。うまい。高評価並びにチャンネル登録お待ちしております。合わせて通知登録もお願いいたします。 YouTube を始めてからなぜか痩せました。